君邪魔、切るよ。何近づいてきてんの、バカなの。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということでハートがめっちゃ出てるんだけど、またしても、あ、またしてもっていうか、あれかな、前回の回収していなかったということか。めっちゃ雨降ってんだけど。ここも耕しただけやしな。ドアハハ、あゆな。農園作りも物作りも順調だな。我が輩たちはもうすっかり物作りの虜だぞ。お、もうすっかり。すごい、あそこ火消えてないんやけど、雨で。やば。そこでな、あゆな。我が輩たちもさらなる物作りができるように、みんなの物作り力を上げてくれるか。必要のかけらはお主がビルダーとして活躍することで手に入るであろう。みんなの願いを聞きつつ、かけらを集めて金を鳴らしてくれ。いや、だからそれを頑張ってんだけどね。おっと、そうそう。散らばったものづくりのかけらを集めるのに苦労してはおらぬか。武器で金を叩くといいことがあるような気がする。一度試してみるがよい。え、何それ、めっちゃ気になるんやけど。武器で金を鳴らすといい。ちょ待ってね、何何しに来たの、ちょっとびっくりするんだけど。あれは、あれ、あ、違う。キャベツ食べた、キャベツ。え、そうじゃなくって、は、何？あ、なんかみんな集まってきたんだけど。なんだなんだなんだ。なんだなんだなんだ。いや、でもまだレベル上がらないからね。で、大ミミズがさっきから。ミミン、あいな、健康について畑が広がって、僕すっごく嬉しいよ。こんな日が来るなんて、僕夢にも思わなかった。死んじゃった仲間にも見せてあげたかったな。そっか、最後の生き残りなんよね。ねえねえ、僕、君に五千様から受け継いだこの宝物をもらってほしい。え、なに？草原団子を2個手に入れた。なにこれ、なんか食べたら いかんもんとかじゃない、大丈夫？その草原団子は、置いた地面を緑ある草原に変えられる特別な餌らしいの。え、すげえ。地面を全部草原にしちゃうらしいから、畑の上に置かないように気をつけてね。どれぐらいの範囲とかあるんかな。さあ、その草原団子を2つ地面に置いて、僕に緑を作らせて。草原を作ろう。草原団子を地面に置く。結構でかいね。ミミズンが周りを草原に変えてくれる。拠点の外に置いても効果がないので注意。あ、拠点内で泥の上に草原団子を置いて。え、ってことは、この辺に置けばいいってこと。あ、ここで、ここにしようか。じゃあ、ここを、どれだ？草原団子。この辺に置けばいいんかな。ふぅ。あ、そういう範囲。そういう範囲なの。じゃあもうちょっと奥の方に置けばよかったな。え、すげえ、めっちゃ緑やん。すごいな。ねえ、すごいよね。え、超明るいんだけど。え、やば。こんな明るくなるん。すごいね。ありがとう、ミミズン。こうやってやってくれてる間に、異常なし。あ、なに？二つとも？二つとも置けって？あ、なるほどね。全部使い切れってこと。でもなんかそこ微妙な感じになってしまったね。めっちゃ微妙になってしまったね。でも気になる部分がそこかなっていう感じやけん、やっぱりこの辺なんかな。めっちゃ狭い範囲。草原団子これからもくれるかな、くれんのかな。とりあえずそこを草原にしていただ、え、ちょっと待って、どこ行くの。今話しかけようとしたんだけど。やりますね。なんか今ハート出たよね、君。そして君とも話したいんだ、今。こんな場所に連れてこられて、無理にものづくりをさせられて、ハーゴン教団の私には地獄の日々です。ああ、破壊神様、この哀れな子羊をお救いください。いや、今めっちゃ拍手しよったけど。え？楽しそうに畑を作っているように見えた？そんなわけがないでしょう。ビルダーさん、そこまでものづくりおしゃれなら、農園らしい倉庫くらい用意したらどうです？小さな部屋に収納箱と積み藁、農具飾り、ロープ、そして巻き材、壺が各一つで倉庫になります。大きさが小さな部屋に多くのものを配置するのは大変なはず。どうせあなたになんか作れないでしょう。部屋の広さ、部屋には広さがある。広さは5段階に分かれていて、部屋の中で、あ、四角ボタン、四角じゃないわ。マイナスを押すと確認できる。ふんふんふん。小さな農家の倉庫？あ、終わった？うほー、すげえ喜んどるやん。いやいやいや、さっきまでのテンションどうしたよ。さあ、これでめっちゃ集まってくる。やったやった、アイナ。僕、緑の草原を作れたんだ。これで僕も草原ビルダーだよね。
えらいぞ、ミズン。お前がいれば俺たちの空っぽ島にもルルが欲しがってた緑が作れそうだな。てか向こうの島で使って欲しかったよこれを。ミミズンさん、この足元の地面はもしかして草原じゃないですか。これミミズンさんが耕してくれたんですね。ミミミン、そうだよ。今は腐った土ばかりだけど、昔は草原にたくさんの花も咲いたんだ。うわー、健康な土だけじゃなく草原まで作れてしまうなんて、やっぱり大ミミズ族ってすごい一族です。これもきっとこの島の緑の復活に大きく関係するに違いありません。まあそりゃそうやろうね。よーし、草原が増えてきたら僕やる気が出て、もっともっと新しい畑が作りたくなってきちゃったよ。あゆな、もし種を植えられる場所が減ってきたら畑を作るよ。一銭もかかしを立ててね。大丈夫、まだあそこは何も植えてないし。僕は教団から逃れるために島のあちこちをうねうねしてたんだ。その時に得た新しい知識もあるんだ。へえ。草原団子はもうないけど、君ならいつかきっと作れるようになるよ。一緒に草原をたくさん作ろうね。ないんかい。ないんかい。あ、てかそこにキャベツ植えようかな、私。ね、向こうが小麦畑になってしまっとるけん。じゃ、キャベツの種、どこや。キャベツの種、そう、めっちゃあるんよね、これ。ってことで、ちょっとキャベツの種を、違う。木の実を食べるのではなくて、あれ待って、キャベツの種どこ行った。何袋にしまいよ。しまいません。植えます。はいはい、この辺にキャベツの種をどしどしと植えていきまして、これ雨が降りうるけん、なんか早く出来上がるとかそういうのはあるんかな。あ、置けろよ。ほら、全部植えれた。やったね。ってことでみんなこれを育ててね。育ててくださいね。小麦はまだできてない？あと4つなんよ、小麦。ね、あとちょっとやけん、頑張りたいな。で、前から思っとった、あの場所がすごく気になる。あれもパズルや。ほら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 。こんな近くにもあったんやね。なるほど。え、ここは一体どういうパズルになるんだ？あ、なるほど。これを持ち上げて、ここに積み重ねていくってことかな？あれ？積み重ねれないんですけど。これ落ちても大丈夫なとこ？あ、全然大丈夫っぽい。え、不思議な力で弾かれた。何不思議な力って。え、なんだ不思議な力とは。ちょ、これジャンプしたらいける。よいしょ、OK。で、あとこれも、よいしょ。これもジャンプでいける？ほ、あ、違う、そこじゃない。そこじゃないんです。あ、今の感じ。ちょ、待ってね。ほ、いけた。一瞬ここマグマかと思ったよ。吉田ちょっと赤いけんさ。よかった、違って。はい、ビルダーパズルをクリアした。これで。はい、小さなメダルゲットー。オッケー、オッケー。いい感じですね。ちょ、やめてよ。超やめてよ。さあ、そして、そう、小さな農家の倉庫を作らないといけないんだよ、そういえば。普通に忘れてたよ。めっちゃあ、これちょっと待って、小麦。まだできてないんかい。できたんかと思ったやないか。じゃあちょっとこの草原のところ、このあたりも作ろうか。小さな、違う。小さな草原の、え？小さな部屋って言ったよね。ってことは、板の床、泥、木材の壁がもうちょっと欲しいかな。木材の壁、はい、これをちょっと作っていきます。あ、晴れた。さあ、これで小さいやつなんよね。小さい、え、どれぐらいのサイズ？ね、どれぐらいのサイズ？小さな、そこ小さな部屋にし、ちょっと待って、わかんねえわ。これあれなんよね。あ、壺の材料は泥？ほうほう。とりあえずこの辺に
あれをね、2段にしてったらいいよね。ちょ、待って、間違えた。はい、間違えた。お、小さな部屋っていうのがどれぐらいなのかが、いまいち。ま、でもこれぐらい、これぐらいの大きさでいいんじゃないだろうか。これで、よいしょー。これぐらいの大きさで大丈夫かな？暗くなってきたけん一旦寝ようかな。よいしょ。ちょ、一旦寝ます。またね、ちょっと危険な感じがするけん、はい、起きて起きて、はい、起きて起きて、で、ね、違うんだ、違うんだ、私を寝かせてくれよ。押しのけれたらいいのにな。は、で、お、寝れ、寝たいんだって私。ちょっとこっちを起こそう。チャコを起こそう。いや大丈夫、全然。ね、寝れ、ね。なんだ、お前になんか話しかけてないぞ私。あ、でも他の人と話しよる間も同じ部屋におる子は、ちょ、今寝れると思ったんだけど。これもう一個私がベッドを置けばいいよね、きっと。いや、しかしさ、え、ちょっと待って、なんでお前が寝てんの。なんであんたが寝てんの。じゃ、そこは女の子を寝かすでしょうよ。ほらほら、あ、ちょっと待ってね。くっそ、くっそ、ちょ待って、ベッド増やす、それが一番早いわ。よし、これでまあとりあえず小さな農家の倉庫、キャベツあっという間にできた、すげえ、やば、見てこれ、もう完璧なる畑やね。さあ、それは、それはまあいいとして、とりあえず、あ、でも両開きのドアってことは、ここのはちょっといらんかな。ちょ待って、ここの取って、あ、でもなんか微妙なところになるな、扉。とりあえず、こう、こ、違う、置いて、置いて、ブロックの自動変化。マークのついたアイテムは積み上げたり並べたりすることで自動的にその場所にあった形に変化する。ほんとや、ちゃんと内側になっとるよ。あの、取っ手が。取っ手が。さっき思いっきり左側にあったもんね、あの取っ手。あ、違う、間違えた。お、はい。小さい空き部屋、これで小さい小屋になったけん、あとは、どこへ行った？とりあえず積みわらを、積みわら、壺、収納箱、よし、これをちょっと置いていきますか。収納箱を間違えた。ここに置いて、で、積みわらを、そこ邪魔よ、置いて、で、壺を置くと。ん？何？今なんか言いに来たよね。何だったの？あと何がいるのね。どこよ。君じゃなくって、あ、何？新たな依頼が発生したってことか。ふんふん。収納箱の積みやら、農具飾りとロープ、巻き材。農具飾り、ロープ、巻き材。めっちゃいろんなものいるやん。本当に倉庫やね。
見た目からしてめっちゃ倉庫になるわけやね。ということで、農具飾り、そして、巻き材、で、あともう一個は、ロープか。はい、この辺のものを全部ここに置いていけばいいわけですね。はい、この農具飾り。農具飾りどうしよう、この辺にしよっかな。はい、置いて、ロープ置いて、で、巻き材。これを、この辺に、ポイッと置くと。これで小さい農家の倉庫できたよ。わーへーお。はい、できました。じゃ、どこ行った？あ、来た来た。やりますね。めっちゃ喜んどるやん。ぬほう、アイナ殿。農家の倉庫を作ってしまったのですね。なんと素晴らしいことを。うわぁ、アイナ殿。私は、本当のことを言うと、ここで物を作り、あなたが作った物を見て、物作りの素晴らしさを知ってしまったのです。ママよ。私はハーゴン教団を抜けることにします。これからは私もビルダーになりましょう。超張り切ってる。ハーゴン様お許しください。犬にしたり呪ったりしないでくださいね。ところでアイナ殿、これでお別れですね。部屋には大きさというものがあることを。人によっては大きさを指定して部屋作りを頼んでくることもあるでしょう。その時は工夫して部屋を作ってくださいね。めんどくせえな。そうそう、教団を抜けた証に集めておいたこれを差し上げます。どうか使ってください。何？おお、みんなキャベツの種めっちゃ持ってるね。あ、小麦の種もありがとう。そして散らばってるハートをめっちゃ集めたくてしょうがないんだ今。ほらほらほら、あ、藁の上とか登れるんやね。ちょっと、そんなところから顔を突っ込まないでおくれ。さあ、これで、散らばったハートは全部集まったかな。オッケー、オッケー。あ、雨降ってきた。あるやん。よしよし。こんな感じで。さあ、あとは、君の依頼かい？エッサイナさん、キャベツや小麦ができて畑作りもいい調子っすね。ただ俺最近気がついたことがあるんす。アイナさんは間知らず、俺たちはまだ完成した作物をちゃんと食べてないんすよ。農園にある収納箱に食べ物を入れてくれれば、俺たちも好きな時に食えるっす。アイナさん、一生のお願いっす。収納箱にキャベツを30個入れて俺たちに食わせてくださいっす。30個？めっちゃやねん。めっちゃやねん。ちょ、待ってね。とりあえず30個もここにない気がするけん、一応ね、収穫するけど。実ったよ、実ったよ。てかもう小麦も実ったんじゃないかなって思うんやけど、どうやろ。てかこの切り寄る間の行動めっちゃ遅いね。キャベツ食べたいっす。待って、アピールだけして去っていかないで、収穫手伝えよ、おい。何そのままさ、てか芽生えてくるのめっちゃ早いよね、やば。あと1個、キャベツあと1個。小麦はもうできた？できたよ、やったよ、やったやん。ほら、ミッション達成。ちょっと早く刈らせて、残りも刈らせて。うわぁ、アイラさん、ついについに小麦を50個収穫できましたね。小麦は島の恵みの証。かつてモンゾーラでは小麦を使って様々なお料理が作られたらしいです。ビルダーのアイラさんなら美味しいお料理をたくさん作れそうですね。ビルダーってもう普通に考えて多分建築士な気がするけどね。そういうのは調理師とかに任せてくれない？って、うわ、見てください、アイラさん。大樹が。なに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 、どうなった？花でも咲いたかい？おお。でも言われた時にはまだ何にもやってる。なんかハートの色違う？気のせいか。あ、それは気のせいかな。うきゃー、やりました。胎児が立派に成長しましたね。すごいね。うんうん、キャベツ作りに小麦作り、そして畑作り、3つのお題を見事に達成したな。お前たちが畑を作り、作物を育ったことで大地に恵みが生まれ、胎児に力を与えたのだ。そして胎児ができれば、胎児の力が畑を守ってくれるであろう。そっか、そうやって胎児と島の作物はお互いに助け合ってきたんですね。クックック、その通り。一つ賢くなったようではないか。では思い残すこともなかろう。お前たちのものづくりはここまでだ。うお、結局やっぱり悪いやつ。え？なんちゃって。え？何？クックック、胎児を育てるためのお題にはまだ続きがある。え？お題に続きですか？
やっぱりお題はこれだけじゃなかったんですね。いや、きっとまだあの葉っぱとかが開いていくはずよ。なんか閉じとるやん、めっちゃ。くっくっく、その通り。お前たちにはこれからも馬車馬のように働いてもらうぞ。次ならお題を改めて教えてやる。まずは3つのお題に達成。ご苦労であった。まだあるんか。次は何個やろう。大農園への道コンプリート。やったね、久々に。くっくっく、ビルダーよ。大樹を育てる次なるお題に挑む前に、より大きな力をつけるがいい。順に願いを聞いて物を作る。そして物作りにかけらが集まったら、ビルダーの鐘を鳴らすのだ。くっくっく、大樹を育てる次なるお題は、お前の成長と物作りを見届けてから教えてやろう。じゃあ、ビルダーレベルが、2にならんといかんってことかな。はい、散らばったやつ回収しますよ。あと28や、ちょっともうちょっと出して。あと23。あと23よ。あ、空腹。あの子たちに与えないといけないキャベツを。速攻で食べていく。いや、でもしょうがない。ほら、腹が減ったら戦ができんと言うじゃないか。だから、誰よりも私が一番に、腹ごなしをしないとね。君邪魔、切るよ。何近づいてきてんの？バカなの？はい、一気に芽が出ました。で、芽が出てからがちょっと遅いよね。キャベツは？まだできてない？そんな早くはできんか。キャベツ食べたいっす、わかってるよ。ビルダーとしての成長もわかってるよ。だから頑張ってるんじゃないか。さあ、ということって、はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかあれなんだな、衛兵って言ってたあの女の子は、町、この場所は守ってくれるけど、一緒に戦闘には行ってくれんのやね。ずっと思いよったけど。ね。